とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここに行きたいと思います。デイリークエスト3のエンドの荒れ地ですね。報酬がアーティファクトとなってます。アーティファクトですね。欲しいやつがあるんですよ。それが、これ。影の断片。まだね、251しか持ってない。なので、せめて255のこれが欲しいので、行きたいと思います。それでは行きましょう。今回の変更点が、50体がヴァンガードに変わって、プレイヤーはマルチショット。で、あ、ヴァンガードのエコーか、戦いにくいな。で、装備ですけども、呪いの斧、不気味なゴーディアンにハープクロス。で、瞬足のブーツと愛のメダル、卵天狗だけです。これちょっと、愛のメダル意味ないかもな。これはちょっと、厳しくなるね。OK。でもまあまあまあ、いけないところではないと思うので、頑張っていきましょう。できれば、ちょっと待って、このヴァンガードよ、問題は。OK。エコー持ちのヴァンガードが出てきたときが相当つらいのよ。そこさえなんとかなればいけると思います。OK、まあ。とりあえずある程度進んでいきましょう。今回ちょっと道が複雑ですね。なんかもうちょっと楽にいけるかと思いきや、全然。楽に行けてない。あ、でまたそうか、結構強制戦闘多いですね、ここかなり強制戦闘多くて時間がかかるな。でもちろんキャプテンがいたら倒しますけども、まあまあいなかったらラッキーかな。できればいないでほしいけども、わあ結構こいつ、あ、いやいや、ハープでデバフ入れてあげれば、特になんてことなさそうですね。まあ、攻撃が痛いだけなんで、デバフで 40% ダメージ減らしてあげれば、余裕、ちょっと、ここひでえな。ここはひどい。あ、でも、爆発がむちゃくちゃいい。うん。爆発がすっげえ入る。いいね。帯電はちょっといけてないけど。帯電はやめて。いくぞ !OK。あんまり取りたくないけど取ろうか。変なの来んな。ナイトモード。うわ、最悪です。最悪のやつが来ました。まあまあまあ、でもね、これでいきましょうよ。クリアできるかわからんけど、頑張っていきます。これはね、まずいな。一気にね、きつくなった。やっぱりクリーパーが来だすとね、これ難しいわ。クリーパーむずい。ほんと急にさ、真後ろとかに出てきて爆発してくるんで、これはまずい。 OK。 もうちょっと待って、シュルカ弾打って、 OKOKOK。 このね、あのパズルもね、やりにくくなったのよ。敵が急に出てくるんで、弓を打つとあれ壊れるでしょ。なんですっげえ時間かかる。 OK。 あーで、あれね、この上にはいるんだよね、キャプテンが3体ぐらい。まあまあまあ倒さなくてもいいんだけどさ、でも一応倒していくか。いたー、やっぱりいるわな。分かってんのよ、いるってのは。
よし、まあ、とりあえず倒せはするよ、倒せはするよ。ちょっと待って待って待って、もう変なの来んな。モブ HP20%、 まあまあ 20% だったらいいでしょう。ああ、 100% とか増えなくてまあよかったけど、いやそれでもやっぱりね戦いづらいよ本当に。あの愛のメダルが地味に効く、本当に愛のメダルありがたい。あ、こっちないか、ちょっと待って、再生のこいつ戦いたくないな。ああ、ちょっとこいつ無理、あ、いや、やめとこうそこはキャプテンもいなかったし。となるとこの感じで進んでいけるってことかい。だったら嬉しい。え、いるの、あ、いるわ、ここにいるわ、最悪だ。ちょっと待って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 、もういって、オッケー。で、エンターセンとか待って、きついきついきつい、脅威も位置ついたんでちょっときつい。極力ならエンダーゼと戦いたくない。よし、オッケー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 、逃げれるなら逃げたい。硬いのよもうエンチャがついてくると。よっ、もうきついきつい、しっかりとリフレッシュ効かせて倒していこう。よっしゃ、オッケー、これ本当この武器でよかったわ。これがあるからこそ爆発が起きて楽に倒せる感じだわ。爆発なかったらきつかった。よし、もう少しか、エリトラを取って、いや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 、こっからもちょっと長かったぞ。でももう半分は過ぎた。この長いクエストがもう半分は過ぎたよ本当に。そうね、ヴァンガードのエコーがめんどくせえこいつ本当に。やばい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 、あぶね。え、こん中なんかあった、あー、なんもないんだ。よっしゃー、もう少し。それでは最後のエリアですね。ちょっと待って、ここちょっとひどいぞ、ちょっと待って、ひどい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 。スイッチを押しておしまいだけども、なんだこいつらは本当に。やけどきつい。よっしょ、ラグいしね。おお、本当に何なんだここは。よし、あそことこっちか、ま、このエリアキャプテンはいないんで。おーい、すごいな、大丈夫、 OK。 あとはここ上にどんどん登っていっておしまいですね。もうさっさと終わらせよう。おい、ちょっと待って、浮遊射撃だ、やばい。まさかの浮遊射撃がいるか。どうだったっけこの先、いろいろ、ちょっと待って、ここ無理、ここ無理。あー、ここ無理だわ。浮遊射撃はちょっと逃げよう。うん、あー、あいつらに捕まるとねもうどうしようもない。こっち道は当たってるかい。うわー、当たってるね。あとは上
上に登っていくのみ。敵はちょっとえぐいけど登っていけばクリアできる。まだか。いや長いよ。いけ。オッケーオッケー、ナイス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 。いいね。エンダーマンがこっちに向かってるっていうのはちょっといけてないけど大丈夫。オッケー、よし、オッケー。いいね、やっぱ冷気がついてるこの防具いいわ、すごい。よし、エンダーマンどこ。オッケー、パワーポーション出た。いやもう終わりよ、終わり終わり。よっしゃ、クリアです。それでは頼むよ、頼む。影の断片、違った。はい、それでは戻ってきました。ちょっと待ってよ、確か255とか持ってたよ、254でしょ確か。あーうん、あーもう一緒か。255が出ればよかったんだけどね、ダメでした。影の断片これなのよ、256が欲しいな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。